スノーマン宮舘涼太、渡辺翔太院大市長で即コメントに驚き、昨日学んだの、二人のやりとりに反響、ゆりくみ尊い。スノーマンの宮舘涼太が28日、自身の公式インスタグラムにて生配信を実施。メンバーの渡辺翔太が視聴し、すぐにコメントしたことが話題となっている。宮舘涼太、渡辺翔太院大市長で即コメントに反応前日27日に個人インスタを開設したばかりの宮舘。その日はメンバーの阿部亮平の誕生日ということで、阿部がグループのインスタにて生配信を行っており、個人で開設している渡辺と宮舘、目黒蓮、ラウールも視聴し、渡辺以外はコメント機能を使って、すぐに阿部にメッセージを送っていた。そんな中、渡辺だけがなかなかコメントせず、コメントのやり方がわからないのではと話題となったが、阿部が最後の締めの挨拶の時に渡辺は、おめでとう、とコメント。阿部は、あなたは全部持っていくよな、わら、ショッピー、と嬉しそうに突っ込んでいた。この日28日は、始まってから数十分経過した頃、渡辺は、パーティータイム、とコメント。宮舘は、翔太来てる、見てる、の、と嬉しそうに身を乗り出し、コメントしてくれたことがわかると、昨日でコメントの書くところ学んだの。昨日の阿部のインスタライブのところにも来て、コメントを最後書いてましたけど。コメントを書くこと学べたんですね、と優しい声で話した。ファンからは、昨日学んだの、は面白い、ちゃんとコメントしててよかったね、などと話題に。さらに、渡辺が最後まで視聴していたため、ゆり組尊い、ゆり組すぎる、ショッピーずっと見守っていた、など幼馴染二人の関係性にほっこりしたという声も寄せられている。